時は別に暗くしないから、もうほぼカラオケ配信用の LED ライトテープになってるこれ。セミさん、小型ペンギンさん、ありがとう。わ、10月残り半分、早いね。椅子の調子いいと思う椅子の調子良さげですよ。とても快適に過ごしてる。なんかほっぺがポンってなってるのチークつけすぎたかもしれない。なんかここら辺につけるとさ、よく漫画で見るさ、酔っ払いサラリーマンのさ絵って大体この辺が赤いじゃん。なんかそれっぽく見えちゃうんだよね。ここら辺つければいいのに、ここら辺つけちゃう。なんかいつもゆっくりさん、ありがとう。なんか外側にピンクの、ピンクっていうかチークをつけるとちょっと大人っぽくなるような気がして、内側につけた方がちょっと子供顔になるような気がするんだよね。だから内側につけると酔っ払い目線になっちゃう。で、酔っ払ってるわけじゃありませんので、配線つけると部屋が熱くなる。なんで？なんでだと思う？喋るから？ここら辺つけるんだよね、多分本当は。TX さん、結婚してありがとう。幸せルーチさん、ダイナスさん、ビッグエブさん、ありがとう。あれ？まあいっか。福山さん、ありがとう。痛い、めっちゃ。この前ね、熱いスープ飲んで火傷したんですよ、ベロ。そしたらなんか口内みたいなやつが3つぐらいできて、もう痛いなんか喉怪我したりベル怪我したり大変なの今。うん、喉飴でちょっと滑らかになる効果あるんですかね。かわいそうじゃない？とってもかわいそう。なんかご飯美味しいのにご飯を楽しめないところが一番悲しい。ご飯大好きだから。ウクヤベさん、湘南のシェアさん、ありがとう。いや、これ単純な不注意です、どっちもどっちもただただ私が気をつけてない時。効果ある。本当だ、そうなんだ。ゆうさん、ありがとう。なんかこのパーカーすごくね、ファンの人にもらってまたファンの人にもらってるんだけど、ファンの人にもらってお気に入りで毎年着てるんですけど、あったかいよ。なんていうのこれ、ウレタン的な。なんかやっと着れる季節になって嬉しい。マジで好き、これかわいい。湘南の空さん、なんで湘南の空さんって言ってんだろう。
チャーンティソクさんありがとう。ゆうさんありがとう。裏キモじゃないけどなんかスポンジっぽいんだよね、ウレタン、なんかウレタン素材のマスクあるじゃん、ピッタマスクみたいな、あんな感じ。なんか伝わるんかな、これで。前に羽が生えてる、そうだよ。パーカー何着って、いや数えたことないんだよな。結構あると思う、でも T シャツの方が少ない。ベロが痛すぎて喋れん、かわいそう。かわいそうに。なんだかな、いいことが起きないですね。自分の不注意で、不注意でなかなかいいことが起きない。痛い。まあそのうち治る。喉はもう痛くないの。嘘ついた。嘘ついた。痛かった。え、あの T シャツいいよね、ゆめりんのやつ。おすすめ。一番初期の頃にゆめりんと撮った写真と同じ構図で撮ってる。本当は2枚こうやってつなげようと思ったけど、ちょっと2枚つなげれんくって、1枚になっちゃったからあんまり比較ができんけど、出てくるかなこれ写真。どこに入ってるんだっけ。そう、この T シャツにしようと思って撮った写真。あ、そう、本当はこういう感じにしようと思ってたんや。でもなんか2枚使えなかったので1枚だけど、比較してください。なんか身長を抜かしてるのが時を感じるよね。最初は多分ね、ゆめりんの背が伸びてなかったら初期の頃から前は10、13、14センチぐらい伸びてるんですよ、身長が。だからそれぐらい差があるんですよ最初は。今は前半の方が身長上だから、そう152センチぐらいで入ってるね。152センチくらいから今166センチあるので、めっちゃ背伸びた。でもちょっと計算ができんくって、14センチが合ってるか分からん。多分合ってる。多分合ってるけど、多分合ってるよね。ね、成長した、成長しすぎたかもしれない。こんなに大きくなるつもりじゃなかった。そ
んなつもりじゃなくてあれあれってなっちゃった。こんばんは。ちょっと待ってな。痛いよ。よいしょ。ロコポコさんありがとう。ホワイトストーンさんありがとう。あーパソコンがバグってる。再起動。今日も可愛いな。音でかびっくりした。なんでやねん。可愛いってありがとう。サポンちゃんありがとう。カメハメハみたいになる。コガトピーさん、かわいい、ありがとう。トゥリックさん、反応ありがとう。エッシュさん、かわいい、ありがとう。あ、これあんちゃん見てくれてるのかな。そうだよ。すごいでしょ。嬉しい。毎年羽がコンセプトで去年はもう羽がお花だったんよね。今年はなんかバルーンっていうんですか、これ持って帰れると思って羽持って帰るって言って羽持って帰って、うわこれショールームの背景にしたら絶対可愛いってポンって出てきたから持って帰った。そうで私が真ん中に入れば私が天使になれるかな。ちょ天使になりたいと思って、ちょっと持って帰ってきました。嬉しいね。しかもこれ思ったより好評だった。私の唐突な思いつきだったから、こんなみんなから褒めてもらえるとは。みんな生誕員さんにお礼言っといて。前歯が言えって感じやけど。
わらさんさ、かわいい、ありがとう。このさ、パーカーの紐がさ、金具がどっか行ってるんだよね、この片方。泣きそうだ。いつからないかわかんない、でも。まあ、バレない。バレないよね。マルサーさん、かわいいとハートありがとう。喉が鳴った、キューって。明日は花だれ公園の覚えを、花だれ公園覚えましょう。それは明日明日もしくは今日の夜やな、か明日の夜でもいい。なんか夜じゃないとやる気が出てこないんだよね。なんか朝昼は基本的になんか何もやる気が出ないんだよね。なんか朝から働いてる皆さん本当にすごいなっていつも思うんだよね。マハはだいたいこれぐらいの時間から動き始めるんですよ。なんかブログとかもだいたいこういう時間に書いてる。メールはさ、今からの時間が遅れないから逆に。メールはだいたい、あ、やばい、あー寝落ちしそうって感じでお昼とかお昼、朝お昼とか、うん、半分目つぶりながら送ってる時結構あるし、もうなんならメール書いてる途中で寝る時もよくあるなんかやる気が起きないが正解なんか分からない、言葉として。なんかやる気が起きない、やるつもりはあるんよなんかできる気がしないって感じでも最近は割と早く寝るように頑張ってるから、なんか割とメールもアクティブに送れるようになってきたなんか本当は同じ時間に毎日寝るといいそうですけど、なんか毎日さ何時に出社して何時に帰宅してみたいなさ、ルーティーンがないじゃんアイドルって。なんかめっちゃ早朝の時もあればめっちゃ夜遅い時もあるしみたいな、不安定なさ生活リズムだったりするけど、なんかなかなか難しい。なんか会社方式だったらね作りやすいよね、そのだいたいこれぐらいにお家出てこれぐらいに帰ってきてご飯食べてお風呂入って、あーこうしたらあー何時に寝るなみたいな、だいたいだからなんかよく前だって何時にいつも寝てるのって言われるけど、これは本当に日によって違いすぎて昼みたいな夜と昼かな。不規則だから大変そう。そうなんよ、結構ね、結構ね大変な時もある。でも逆に前歯が多分毎日同じ朝お家出てみたいな生活ができんような気もする。
どうやる、なんか自分で働く時間を選べる系は多分向いてないんよ、やらんけん向いてないと思うけど、じゃあ決まった時間にもうこっからここまでって言われてもそれはそれで向いてない気がする。いや今が向いてるのかも。明日は朝早いよ、明日は夜までね、明日はお昼ねみたいな今のパターンが一番合ってる説ある。まあ、合ってる合ってないとか関係なくもやらんにゃいけんくなったらやろうかな、うん、ただのわがまま、まあ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 みんな落ち着いて、なんかさここにほくろがあるんよ。で普通にしてたらあんまり分からんけど出たら分かるんよね。でもなんか薄いほくろ、ほくろなんかな、真正面から見たらこう唇で隠れてる。うん、見える。あとこれもなんか私なんかこれほくろなのかシミなのかみたいなほくろがよくある。いや隠してはないけど、じゃあこっちか、これはほくろ感あるけど、なんかこれほくろなのみたいな。最初これペンかなんかのシミだと思ってて、なんかペンが染み込んだのかなと思ったけど、これずっと消えないから多分これほくろなんですよね。薄いんだよでもなんか。でも左手のひらにほくろがあるといいらしい、縁起がいいらしい、縁起がいいっていうかなんかいいらしくって結構大事にしてるんだ。今車運転してる右手にある、右手、あれ右手だっけ左手だっけ忘れちゃったや、私は右ないわ。今日左めっちゃ固まったみたいなのある。えそれ大丈夫それ大丈夫かい、それは心配だけど。私もなんかダンスしすぎた時とかスタジオ公演の後とかたまに足の指先らへんに血が固まったやつみたいなやつできるよく分からんけんほっとくけど、まあなんか思いっきりギャンって詰めた時みたいなあざっていうか、なんか内出血の濃いバージョンみたいなやつとかもよくできる。あと爪が黒くなる親指が長いに前歯、あの足の親指が長くって、なんかちょっとだいたいさ女の子の靴ってさかかとがちょっと上がってるじゃん、まあ、ちょっとかたくさんこかんけど、だいたいちょっとこう斜めになってる靴が多くて、こうなった時に親指がマジで親指だけなんかこう出てるから親指だけ痛いんよ。だからさ親指が多分長いんですよ。
からよくね親指は爪のところがねなんか真っ黒になる、血が、これは血の色かなみたいなやつがよくできるけど、爪が黒くなったら消えないんですよ。なんか伸びてもう切っていくしかなくて、でその伸びるのを待つしかないからショックなんだよね。なんかサンダルとか履きたいとき痛々しくて足がサンダル履いて親指っていうか、まあ、指がこう出るときに親指がなんか真っ黒みたいなちょっとこれは悲しい、まあ、あんまりサンダル履かないからな、スニーカーばっかり履いてるから。なんか爪じゃないところにできたなんか血まめっていうかね、なんか分からんけど、そういうやつはまあほっといたらいつか消えるけど、でも結構時間かかる、そんなにかくない。うん、真っ黒になるよ真っ黒になる時はなる。あとスタジオに入った時はもう毎日のように指の皮が、指じゃない足の裏の皮がもう全部抜けてもうめっちゃ痛い日々を過ごしてた。だからもうサポーターぐるぐる巻きにしてできるだけ痛くないようにステージ出たりとかしてた。もうだいぶ硬くなってるんだと思うけど、やっぱスニーカーより衣装の靴の方が踊りにくさはあるじゃん、あの踊る用に作られた靴じゃないから。スニーカーはもう動くために作られた靴やけんさ、足のことを考えたりとかされてるけど、なんか衣装の靴とかはまあ可愛いさとか、まあ、ローファーとか、ローファーでそんな長時間踊ることないじゃんローファーで長時間踊るように想定されて作られてないからさ、すごいね、皮がむけたり血が出たり内出血ができたりとか、まあ、いろいろありましたけど、最近ないな。でも今のスタジオの靴はね、ローファーブーツ、ローファーブーツブーツやねローファーショートブーツロングブーツ。一個前のスタジオはなんか黒いブーツ、黒いブーツローファーローファーでも覚えてないな全然。あの黒いブーツね痛いんですよ足の裏が。なんか靴底がね硬いんよね、あのリバーの時とかに履いてるような黒いブーツがあるんやけど、あれマジでクッション性がゼロでマジで痛いでも可愛い、私好み。クッション入れてやればよかったな、踊りにくそう。なんか滑るところはめっちゃ滑るブーツ。なんかよくちょっと布みたいな床を敷いてくださってるんですよ、あのツルツルの床じゃなくて、なんか絨毯まではいかんけどちょっと布みのある床を敷いてくださってるんだけど、それだと別に滑らんないけど、なんか対バン系とかフェスとか他のアイドルさんもいますよっていう他の会場でやるときとかはもうツルツルだったりとかするから、そういうとこでスカッて滑ったりとかよくする。うん、多分あれ滑らないようにしてるんじゃないかなって思うけど普通にアイドルがやるためにさライブハウスってできてるわけじゃないじゃん。なんかバンドとか歌手とかだいたいやる想定で作られてるからさ、な滑りにくさをみたいな感じじゃないから、クワトロとかも最初全然最初引かれてなくってめっちゃ滑ってた
クワトロは滑る勢いで移動したりしてるぐらい滑ってたけど、なんか途中からそれはさすがに滑りやすいとかこけるこう連発しててだからなんか引いてくださってる途中っていうか、まあ何回かやってからみんなこけてた。体幹が鍛えられそうやそうなんか普通にいつも通り移動しようとしたら結構ギリギリで間に合わんかもみたいな移動の距離の時とかあるんやけど、そういう時は便利だったけど、ちょっとこけそうになるよったけんなんか引いてくださってる。いつもだったらギリ間に合うところをねこうシューって滑って、あ余裕ですけどみたいな顔するときはまあよくあった。それは便利それは便利だったよ。なんか今日一生眠いんだけど、てかいつもか、別に今日に限ったことじゃなかった今日だけじゃない、別にいつもでした。わ、今日ショールーム始めましたってツイートしてなかった、ツイートじゃなかった、ポストしてなかった、にゃーん。でも1000人見に来てくれてる、みんなありがとううちね、今日はそんなね、みんなねもう宣伝して見に来てもらおうっていう意気込みじゃなかったんよね。なんかあの今日はあんまりいいことがないから甘いことなくて、なんかちょっとしょげてた、ほんってなってたから、なんかどれぐらいあれなんだろうね盛り上がり度が、人数もそうだし、なんかキラキラとかギフトとかも加味されてるけど、どれぐらいの割合かが分からん。今何人見てるかが知りたいんだけどなんで盛り上がり度になったんだろうこれ。でもショールームはさ、もともと人数の時もさ現在見てる人数じゃなくて累計じゃん、累計だったから、もうなんか今リアルタイムで見てる人がどれくらいいるか分からんかったよね。複雑だった、確かにいろいろね。あ、企業秘密なのそれは企業秘密なんだ、そうなんだ。何が基準にな、何がどれぐらいの割合でとかは企業秘密なんだ。盛り上がり度50カウントあれだよね、多分みんなのファンレベルが上がるとかだよね。トップシークレット教えてよ。まあ秘密多い方がね気になっちゃうからねまあでもリアルタイムの人数が少ないより、もうどんどん減る方式よりどんどん増えていく蓄積の方が嬉しいもんね。椅子の座り心地はとってもいい、なんか面積が広くていいもう座り心地
とかそういうのじゃなくても座るところの面積が大きいだけで幸せを感じています。なんか前の椅子は別に座り心地がめっちゃ悪かったわけじゃなくて面積がちっちゃかったよ本当に。あの背もたれも座るところも面積がちっちゃすぎて4年ぐらい使ってたからなんかネジも緩みやすくなっててみたいな感じだったから面積が広くて嬉しい。なんかアニメ見るときにこうやって見れるのが嬉しい。今まではずっとこうやって見せたから、あお尻痛いなーとか思いながら。なんか最近ね、まだ勘違いしてる人いる、あ、人数と盛り上がり度、まあ、9月に変わったばっかりだからね。でも盛り上がり度がもうめんどくさすぎて前はもう人数だと思ってやってる。盛り上がり度って言われてもちょっとよくわからんもんね。座ったまま寝れる、うん、座ったまま寝れるけど、まあ、ベッドで寝るかな。限界が来たら寝そう。ここでてかね、早くアニメのエヴァを見終わって早く映画を見たいんだよね私は。そんなことよりも今ね何話見てるのこれ、エヴァ、これ何話、何話よこれ、分からん、第 10?17 話今見てる。あと10話ぐらい見たら映画に行ける。なんか先にテレビ版っていうか26話あるやつ見てから見ようと思って、窓マギも先に全部アニメ見てから映画見たから、だから早く全部見終わりたいんやけど、いやなかなかねエヴァンゲリオンってあの消費カロリーが高いんだよね。結構1話見るのに結構なカロリー使うんだよ。あんま進まんね。あとねバイオレットエヴァーガーデンもあれなんよ、途中までしか見てなくて、うわ見たいやついっぱいあるな。でもヒロアカとかも見てみたいし、あれ私呪術廻戦途中まで見てる、呪術廻戦もじゃあ見たいし、絵がいっぱいあるんだよな。でもね疲れるよね。なんか疲れるっていうとちょっとあれだけど消費カロリーが高くて一気に全部バーって見ようとすると結構大変。とりあえず人々が見てる定番のアニメは全部見たいんだけど、今エヴァでめちゃめちゃ一気にいろんなやつは見ないんだけど、一応時期を決めてなんか今は窓マギで窓マギ一旦映画とかまでバーって見たら
じゃあ次行きたいのが本当なんだけど、途中でなんかコンサートとかのさリハでさガッてもう一切何も触れんくなる時期が来るんよ、たまにね。めっちゃ忙しくなる時期とかに、なんかコンサートのもうほんと本番直前とかでもう一切もうゲームもできん、何も見れんみたいなバッてなる時期で、その間に見たいアニメができた時に戻るのを忘れて次のアニメに行くんよってなってるやつが 2,3 個ある。だから途中までしか見てないやつが、でも人気なやつってさ、人気なやつってやっぱ人気だから映画がいっぱい出てたりとかするからね、追いつくのが大変。アニメ版から見、アニメ版から見た方があれじゃん、面白いっていうかよくわかる、この人にはこういう人生の背景があるから、あそういうことなんだみたいなのが映画を見てからの、アニメ見てからの方が分かりやすいかなと思って。映画が面白いとも限らないまあアニメっていいなのやつもあるよね。アニメが最高だ、いやアニメが最高すぎるんよ。それは別に映画が面白いわけじゃん、映画が面白くないわけじゃなくてアニメが最高すぎる。まあでも別にさ全部が全部なんかアニメ見てないとわからない内容じゃないから、映画ってアニメ見てなくても楽しめるように大体できてるから、別に映画見てもいいんだけどね。途中で何ヶ月か空くと完結してるのはこういう感じ、わかるー私もそうだ。なんかスパイファミリーとかなんか来週まで待てなくて漫画読んだりし始めてたバイオレットエヴァーガーデンやっぱり泣きなりますか。バイオレットエヴァーガーデン前は多分ねまだ全然見てないんだよね。だけどもうすでにこれは泣けるわって思った。だからなんかアニメも見たいし、なんか本当にやりたいことがいっぱいありすぎて全然できん、眠いし。なんか最近めちゃめちゃよく言われるんやけど、なんか前は FPS のゲーム見てないってめっちゃよく言われるんやけど、もうどうしようと思って。 FPS のゲームやるために私パソコン買ったけど、FPS 向いてないよってマジでめっちゃ言われるんだよね。なんか人と戦うゲームは向いてないと思うってめっちゃ言われる。いやーどうしよう、なんかどうしよう、もうゲーム何か、いやほんと一緒にやる人にもうなんかほぼ言われるレベル。まあでも一回ちゃんと理由言われたのはなんか優しいから向いてないって言われる。そういう人を殺したりするゲームは別に向いてないと思うと。だからなんかクラフト系とかそういうなんか平和なゲームをする方が向いてると思うって言われたんやけど、いやでもな、いやこのゲームで強くなりたいのはめっちゃあるけど、でもそう言われるとな、そんなにいっぱいの人から言われたらちょっと心揺らぐよね。でも私別にそんなに優しいと思ってないんだよ自分のこと。メンタルが弱いんだと思う。メンタルが弱いって言われる。その
FPS で遊ぶのに対して。そっかって思ったけど、うわちょっとどうしようと思って今ね考えてる。なんかうちに秘めすぎてるのかもしれん。いやなんか平和なゲームやったって面白くないんだよね。いや面白いんやけど刺激が足りないよね。負け続けたら火がつくタイプ。いや負け続けたらしょげる。それは向いてない。いや進路で迷ってるみたい。いや本当にそうよ。負けず嫌いじゃない。いや負けず嫌い、いや多分これあれなんだよな、負けることに慣れようとしすぎたけん多分そうなったよね。昔は悔しいとか負けないようにとかめっちゃ思ってたけど、なんかそれをそなんか負けない、もう毎回毎回悔しがるのさ、なんか封印しようとしすぎて、いやあの感情は塞ぐべきじゃなかったな。いやバイオハザードやってもいいんやけど、私ホラー嫌いだし。あと配信でできるんだよね普通に。バイオはあの18歳以上とかの年齢制限があるから。いやどうしよう、なんかでもそう言われることが悔しい、なんかそう思われてることが悔しいです。私は割となんか感情を蓋しすぎてるんだろうなって思う。でもなんかゲームやって人生を学んでる気がする。まあ、バイオって別にそんなにホラーじゃないか。でもあの私ねゾンビ系より、ゾンビ系は大丈夫ないよ、あのお化けがダメなんですよね。ホラーゲームって言っても ゾンビ系はまあいけるんだけど、あなんていうの、お化け屋敷系のやつをさ実際にやってみようみたいなやつは無理ないよ。いやのめり込まないと強くなれないよね。でもゲームなんて、でも絶対やれば向いてる向いてなく関係なく、それだけやればきっと上手になるんよ。ゲームは自分が頑張った分だけ上手くなるじゃん。自分がやった分だけさ結果が出るから、うわーもうなんか、でも最近ゲームやるたびにへこんでるかも。でもみんなそう通る道なんだろうな多分。なんか勝てないし、いや普通にメンタルが弱い、あの メンタルが弱い、なんかゲームに対するメンタルも弱い。いやちょっとガチでやってる人のこと、いやガチでやりたいんですよね。ゲームは裏切らないみたいになってる。まあでもまだ始めてちょっとしか経ってないから、一旦向いてるとか向いてないとか気にせずもうやってみようと思う。寝が優しい、もうそれよく言われるけどよく分からんのよね。
マイハは優しいからねってマジでよく言われるけど、別に優しいとは思わん自分のこと優しいんかな。なんか多分競争心も足りないと思う。あの、対面で敵とも1対1でやり合わなきゃいけないタイミングで、うわ無理って言うんですよそれが多分良くない、それも良くない。とりあえずやってみる。500レベルになるまで1回やってみるわ。今251レベルだから500レベルになるまで1回やってみますね。いや原神とかやったら課金するやん優しいだけ、優しいだけ、私優しいだけ、それはありがとう。こんばんは上振りでとかで倒した時の達成感半端ないですね、笑顔ちょっと笑って打とうとしてるならめちゃめちゃ、いや確かにって感じだけど、笑顔って書かれるとポジティブでいいなと思う。ちょっとバチバチ精神でいこうかちょっと明日ゲーム配信するかな。いやちょっと明日ゲーム配信するとあれかな。一応許可だけ作って、いやね、もうちょっと上手になったら作ろうかな。やっぱある程度のさあれがないとあれなんでなんかいつもよりやってるような気がしたんやけどね、このゲームいつもよりやってると思ったけど、あれ、あーやってんのかな、前回よりやってる。わでもあんまりやってないんだ最近。いや全然前回よりやってなかった、あ全然前回よりやっちゃった、あ前回よりやってるわな とりあえずやるわ、がむしゃらにやりますわ。一回何も考えずに向いてるとか向いてないとか、いや向いてるとか向いてないとかないっけああなんかね、そっかってなる。ゲーム向いてないって、ゲーム向いてないって言ってこんな高いパソコン買ってどうしましょう。楽しければいい気がした。ほんまやね、楽しんでやらなきゃいいのない。ゲームっていう意味分かってるって感じだよね。ゲームとはゲームとは部活思い悩む。いやマジで、でもね、強くなりたいんだよなゲーム。だから別に向いてなくてもいいから強くなりたいんですよね。向いてなくてもいいから強くなりたい、何言ってんだ。でも分かるよねそういうこと。やるわ、もうとにかくやってやってやりまくれって感じ。ゲーム頑張りましょう。
そう、最初はなんかね、あ、でもちゃんと平和になれるゲーム入れてるんよ、私偉いから平和になれるゲーム入れてるよ。いや、ゲーム好きなんよね、普通に。なんかもともとゲームあんまり、ゲーム昔からあんまりやってなかったのに、携帯を買ってもらって初めて見た系の動画がまずゲーム実況だったよ。あ、じゃあ水たまりボンドさんを見てゲーム実況を見てみたいな。でそこはゲーム実況ハマってるから、いや、スイカゲームはちょっともう絶対手を出さないと決めている。格ゲーとかもゲーセンで戦えるまで数年かかった。いやー、そうだよね、やっぱ。FPS の間にお酒はず、いや、それいいね。私お兄ちゃんにさ、音ゲーのアケコン頼んでるのにさ、まず一生送られてこん。なんでやねん。もう 3ヶ月ぐらい前に3ヶ月ぐらい前に送るって言われたのに全然来んけど、多分忘れとる。音ゲー楽しいよね。今めっちゃ APEX 頑張ってるけど、今バララントの方が熱いんだよな、きっと。でも私は APEX をやるぞ。バララントも楽しいけどね。わ、たやりたくなってきたー、バララントも。音ゲーは好きなんよ。 iPad でよくねやってた、ガールズバンドパーティー。今プロセカの方が多分流行ってるけど、なんか今プロセカ今流行ってるやつより一個違うやつやりがちなんだよな、多分。ゲーム人口、あ、やっぱそうなの、人口エイペックスの方が多いのか。まあ、バロラントってあれだよね、あのなんだっけ、パソコンじゃないとできないんでしょ。いや、まあ、やるか。今日もせかせかと。ヤスさんありがとう。一個違うやつやりがち、わかる。共感者現れた。分かってくれる人が。でも別にそういうつもりじゃないんだよね、別にそんな、いや、人がやってるやつじゃないやつを自分はやるぞっていうやつじゃなくて、なんか普通に、そ、いや、なんか普通、なんかそういうつもりじゃないんや。FA ね、スイッチでもやあるしね、いろいろあるもんね。ゲーム頑張ろう、頑張ろうっていうか楽しんでやろう。私本当何やってもこうなるよね、なんか結局なんか何やってもこうなる。うん、そうだよね、うんうん、よし頑張ろう、これ全部こうなる。頑張ろうって思わないといけないよ。やっぱ停滞期みたいなやつはあるんだよね、あの何をするの、なんかほんと最初の最初はもう上がるしかないけど、なんかある程度、まあ、まあまあやってきたなって感じになると、やっぱ一回止まるじゃん、ダイエットも停滞期とかある。いや、その時にはーってなる。なんか強くなりたい、やりたい気持ちもあるけど、でももうやってもなんかうまくいかんし、あーってなる。
なんか私は結構一緒に遊んでくれる、まあ、お兄ちゃんとかもそうだけど、なんか強いんよね、一緒にやってくれる人が。でけん、だいたいそっちの強い人には強い敵が当たるから、私が一人こう入ったところで相手が強いんよ。一人でやって勝てても人と一緒にやろうと思うとマジで悲しくなる。私とやらせてごめんってマジでいつも思う。やれはマジでよく言われる。よく言われてんのかい。兄ちゃんにも言われる。普通に回数が足りてないですよねって。ゲームマスターもいるしね、配信には。ゲームマスターもいれば、ゲームなんてよくわからんぜよって人もいるし、これはシールを貼るのに使ったけど、これ絶対シール貼るようじゃないよね。使いやすい。結局人対人。そうじゃん。それまたまたまた人で悩んでる。楽しいからね。はい。はい。わかる。負けても負けてもやるよね。今度歌いながらエペックスしてみたら分かった。じゃあ明日やるわ。すいやでもうーなんかいつか好き。自分の方から絶対告白なんかしないよ。だって突然膨らませた心の風船が、あーやってみるか。確かにもう気分転換どころかも。負け続けて終わりそうだけど。舐めてんのかって言われそうだ、ガチ勢に。まあ、エンジョイしていこう。エンジョイエンジョイぜね、大事。多分そんな実力もないのにガチ勢になろうとしてるからね、行き止まるにやると思う。まずはエンジョイすることから始めよう。やってみよう。歌いながら吸って吐いて自分のペースで。ちょ待って、じゃ今一回だけそれ試してみていい？いけそうだって、明日やっていけるか分からんけど、明日いけそうだってやるわ。ちょっとこれで一回だけ歌いながらやってみろ、必要な曲。いや大丈夫かな、これいけると思う。逆にこれ事故りたくないの私。
一回みんなが見てないところで STU48 ね、何流そうかな花は誰のものはやめとこうね、これ絶対花は誰のものは違うから。暗闇から、スピーカーから流れてしまいました。スピーカーから流れたらバンされちゃう。リズム感はあそうか。無謀な夢は覚めることがない。なんでいいもので流れんの。あ、来た。よし、やってみようって。一回だけやってみる。足音全然聞こえん説ある。これ君の目の前、まだ始めてないけん、ゲームがこれでいけそうだったら明日やるわ。一回戦ね。どんな勇気出せば渡れるのだろう、遥かな大陸を本当に存在するのか、見えないものほど見たくなるんだ、自分のこの目で確かめたいんだけど、誰かの権利じゃ意味なんかない。若さを向こう水、無謀な夢は覚めることがない。まぶたの裏ずっと焼き付いてる、叶うことない、願いだからこそ手を伸ばし続けられる、希望という名の言い訳しながらそんな低い星を見てどうする。愚かな安さと笑われたって行ったことない世界へ。始まりました。始まりました。まだ流れていない。いや、かぶりすぎ。涙に絶対勝つ。負けちゃダメだ。いい気持ちで勝つ。任せろ。僕ちゃんに、ま、任せてほしい。一旦確かを考え始め、うわ、負けた。負けました。遠くのものほど欲しくなるんだ、自分助けに来て試したいんだろう、近くのものなんかで、ね、任せられんかった私には。これはちょっと計画通りなんてありえないさすぎる。計画通りなんてありえないすぎる。本当に計画通りじゃない全然。ちょっと待って、もう一回やっていい？これもう一回やっていい？これちょっと予想外、計画外すぎる。もっと手堅い夢ならばいつもと同じゲステイヤー。これはちょっと無謀だったね。選んだら負けだ、根拠はなくても自信があればいい、挫折も時には味わってみろ、人生は長い、無謀な夢は覚めることがない、まぶたの裏ずっと焼き付いてる、叶うことない、願いだからこそ手を伸ばし続ける。今さっきの降りた場所が多分悪くって、夢を後悔
するな。さあ気を確かに誰かと出会ってたくさんの愛を知った、もしもう一度やり直したってまた同じ選択をするだろう。人は無謀な夢を見て新しい世界を生きる。怖い。でも誰もいないところに降りてもあんまり面白くないので、あーそれはちょっとまずい。こっち行きます。これ行ってこれ行こう。どう、ここ漁ってあっち行くのどうでしょう。もう始まった瞬間アウトロなんですけど、さあ次何が流れる。なんで G7 しかないさっきから泣きそう。何も流れん。あ、風を待つ。風を待つか穏やかや風を待つは穏やかだな、とっても。まあ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 、さっき見てた夢を思い出せない。これは穏やかな気持ちでできそう。すぐ消えてしまって切なくなるんだ、日差しのようにあの日に戻れればいいのに、まぶた閉じてもここに昔がいないよ。風を待とうこの岬で、もう少しで春は来るはず、青い海に日差しが雨で目が近づくよ。 I can't love you 愛は止まらない、離れ離れ時は過ぎて。ここ行こうぜ。ここ会いたくてそれが恋と気づいた今から、今さらまるでほうたたんだ反戦のように。え、ここ降りたよね。僕は何もできず麦の中にいた。え、あー手前はまだ漁られてない。おー見つけて都会へ行った、君は元気か、夢は見続けてるか、風が吹くよ入り江を抜け、待ちわびてた春と一緒に渡り鳥が帰ってきたら、僕はやっと君に言えるんだ。 I can't love you 溢れる気持ち、イルル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 ルだろう。 I can't love you 抱きしめたいよ。何の、なんでどこ行ったん、さっきおったやんここに敵がいる、敵がいるって。行きます。あやがて風が吹いて、二人おる、うん、これ明日やろう、楽しそう。待っていいよ風を待とう悲鳴あげちゃうな。でもこれ春は来るはず、はい負けましたこれはちょっと危ないな。でもじゃあ明日これでやってみます。今日はちょっと一旦カラオケ配信で締めよう歌と途中でバグかなんか入るテイクさんありがとう。明日は明日は画面を出してやるわ。カラオケ配信して今日はみんなに楽しんでもらえるならもう私は何だってやるよ何歌おうかな。おばあちゃん流すわ。とりあえずよーし歌っちゃうぞ。
お茶ちょっと叫んで疲れた。歌う曲迷うよね。大人にていこうし続ける孤独な
楽しいね。楽しいのが一番だよ。どうしようかな。あ、あれ歌おうかな。あれこれシングさんありがとう。風が吹いて砂ぼこり舞い上がる春の午後の校庭の片隅、スカートの裾君は翻し走ってくるから、僕は照れくさい校舎の窓で悪夢たちが恋の行方冷やかしている。邪魔をするなよ、青いホースで水をまこうか、飛びすぎる行動、確かに僕は君が好きだ。空に向かってくるくる回りミストのように、日差しの中できらめ、僕の大切なものがほら君にかかる虹になる。 Hey! 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 人は誰もその胸のどこかには細かすぎる感情が積もるよ。ふとした時にふわり舞い上がり、何気ないことが切なくなるんだ。誰もが見てるど真ん中で君と二人
バテハスミさんありがとう、ワイハツのマークありがとう、エスティウサギちゃんありがとう。暑い歌ったら暑いよ。おう、重力シンパシーってマイハ歌ったことあるっけ。歌ってみるか。すぐ近くなのに離れて感じる。君はバスの二つ前の席。声をかけるにはちょっと恥ずかしい。何度恋をしても慣れないね。カーブ曲がり体が曲やね。よくない曲なんてないんだけど。窓が曇るほど乗客は多く、君の顔が影で見えなくなる。喋るその声に耳を傾けて、僕は胸の奥と怪しげでごめん。君に重力シンパシー、何も話せなくても、確かに今僕らは一つになる。君に重力シンパシー、いつか同じ半月で11月になるからアンクレと歌います。こじつけがこじつけてて、なんかごめん。前髪キミキピキピピ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 ピ
なんで間違えた今。間違えた。セミボブの前髪かき上げ君が頬へみく。あ、セミボブかき上げ前髪君が頬へみびくエンドって言おうとしたんだ。なんでやねん。そんなわけないやろ。そんなわけないやろ。セミボブの前髪かき上げ君が頬へみくエン。なんでそうなるんや。なんかね、どうしよう。何歌おうかな。切ない系歌うか、盛り上がる系歌うか、かっこいい系歌うか、かわいい系歌うか。始まりの雪が降ってきた。歌うね。急に冬になっちゃう。秋飛ばしちゃってごめん。秋、まあ、今秋歌ったから。まあ ずっと前から
私やったことがあるんですよ、実はクリスマスコンサートで。私この曲一度だけやらせていただきます。またやりたいな。恋とか私なんかそういう曲よく歌うみたいで、あれ歌いたい。私思い出のほとんど、ごめん泣く、思い出のほとんど歌ったら、いや前歯が泣きそう。なんでやねんなんでやねん多め今日もしかして。思い出のほとんどは、あーちゃんとありがとう。まあ泣いたらいいよ、まあ泣いたらいいよひどい。私もこれでも卒業の時歌ったら泣きながら歌うと、歌いながら泣くと。それぞれの窓から青い月を眺め、だらだらだら、なんか今日なんか言い間違える多め。ちょっともう一回やるわ。これはちゃんと歌いたいんですけど、まあ、今のなかったことに知人ブイブイ。よし、これでみんな記憶がなくなったと。さっきまでの大切な人を思って全然思い当たらん。どうしよう。誰か誰、君のことを思って歌います。それぞれの窓から青い月を眺め、だらだら長電話しながら何でも
ても違う景色なんだ。気づいてはいたけど触れたくなかった。空ずっとずっとそばにいたから、私ちゃんとありがとうって卒業するときアリちゃんと歌いたいな。え、泣いちゃうそんなの。そんなの泣いちゃう。思い笑ったり泣いたり喧嘩したりして
どっちが、私が後に卒業してもアリちゃんを呼ぶ。なんか卒業するときに誰とこの曲を歌いたいっていうのがね、あるんですよ。でもあまり言うと面白くないからあまり言ってない。あるんですね。これは実はある。でも思い出のほとんどはちょっと同い年だから、ありちゃんが、ありちゃんと歌ってみたいなと思うけど、まあわかんないよ、変わってるかもしれない。しゅんじさんありがとう。じゃあみんなと最後みんなに歌います。完全に泣かせるフェードに入ってしまってごめん。泣いて明日を迎えて。あの日の歌が流れ、時計が巻き戻されて、涙が止まらなくなった。記憶の宝物、何もわからないまま夢を見てた私に手を差し伸べてくれた。一番
この曲じゃないんですよ。今までもこれからもありがとうの意味を込めてこの曲を歌ってます。これからもよろしくの意味を込めて。どんなになれたでしょうか、あの頃の私よりも幼すぎて何も見えず我がまま2分、いい時間に終われそうです。なんでこんな感動曲を私は今選んでしまったんでしょうか。なんかしっとりしたい気分だったんですかね。ありがとうございます。じゃあ最後は明るくサングラスデイズでランキング読みをしたいと思います。ではでは、今日もありがとうございました。13位ワンタンさんありがとう、12位モモモさんありがとう、11位キャベツの炒めさんありがとう、ジアリさんありがとう、9位ロコポコさんありがとう、前八はおいうういさん Thank you。 7位アサヒさんありがとう、6位 TX さんありがとう、5位小型ペンギンさん、あ、小型ペンギンさん X お帰りなさいですか。4位シングさんありがとう、3位ミクエムさんありがとう、2位バッテンはじめさんありがとう、第1位 ST ウサギちゃんありがとう。ということで、皆様今日も来てくれてありがとうございました。また明日の配信でお会いしましょう。今日も一日お疲れーしょー、また明日ね、おやすみなさい、バイバーイ。学校の制服は、あ、お話し会来てね、待ってます。ありがとう。